ランベルト・ダ・スポレートは中世・西欧のローマ皇帝、並びに、イタリア王、スポレート公、グイード・ダ・スポレートとアジェルツルデ・ディ・ベネベントとの息子。イタリア王であった父は891年に、教皇ステファヌス5世により、定官を授かった。同時にランベルトは、教皇より、父と共同のイタリア王として認められた。同年ステファヌス5世が亡くなり、フォルモススが教皇になった。 892年、フォルモススワグイードに強いられて、いやいやながらも、ランベルトを父と共同の皇帝として認めた。一方で、教皇は893年に、ケルンテンのアルヌルフに使者を送り、皇帝を条件に介入を求めた。アルヌルフは、諸子、スベンティボルトに命じて、フリウーリー編共白ベレンガーリオに協力させたが、うまくいかなかった。 そのため894年アルヌルフは軍を率いてイタリア北部に入りそこでイタリア王と認められた。同年に父が死ぬとランベルトが後を継いだ。ランベルトはまだ幼かったため母のアジェルトゥルデが摂政となった。アジェルトゥルデたちは教皇フォルモススに皇帝官を公認してもらうためローマへ向かった。だが教皇は アルヌルフの体感を望んだため、サンタンジェロ城に監禁された。896年アルヌルフにより、教皇、フォルモススは解放された。教皇はアルヌルフを皇帝に体感させた。その後、スポレート侵攻の途中で、アルヌルフは脳梗塞を患い、戦争は中止。アルヌルフはケルンテンに帰った。896年4月に教皇、 フォルモススが死去すると、母アジェルトルデたちは新教皇として、ステファノス6世を擁立した。翌897年に、ステファノス6世はすでに死去している全教皇、フォルモススに対し裁判を行った。この時フォルモススの死体を掘り出して、裁判に出席させ、有罪判決を受けた死体は、テベレ川に捨てられた。これは、歴史上、 死体裁判として悪名が高い出来事である。教皇ヨハネス九世は898年にアルヌルフの退官を無効と宣言し、ランベルトを支持したが、ランベルトは同年狩りをしていて、突然の死を迎えることとなった。ありがとうございます。